ご視聴ありがとうございました。
秋の街ってまた違いますよね。要は木の葉も違うし、なんとなく光が違いますよね。そうですね、はい、今年もありがとうございます。はい、はい、こんにちは。こんにちは。はい、少し自分たちの個性を出した、はい、まあ、テーマを作ってきたということで、はい、ですから今回は、はい、番付っていうのはご存知のたくさんこうやって出てるんですが、それで中国はそれでも中心ですから、はい、ただ神の問屋さんはある程度決まってる場所なので、この辺の問屋さんも決まってる、酒屋さんも決まってる、いろんなところでもう一回掘り返してみて、町を歩くするときに何かそこに名残を